災害発生時の人命救助などに役立つ知識や技能を学ぶ特別授業には中部農林高校福祉科の3年生25人が参加し、物に挟まって動けない人をジャッキを使って救出する方法を学んだり、怪我人を搬送する担架を毛布で代用するなど身近なものを活用した対処方法も体験しました。今日習ったことを生かして救助、周りで協力して救助とかしていきたいと思いました。生徒らはいつ起こるかわからない災害に備え、平時から学んでおく大切さを実感した様子でした。県内のニュースをお伝えしました。